去る14日、日本銀行法第54条第1項の規定に基づき、国会に提出されました。通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁、黒田東彦君。日本銀行は毎年6月と12月に通貨及び金融の調節に関する報告書を国会に提出いたしております。最近では本年6月14日に平成24年度下期の報告書を提出いたしました。今回我が国経済の動向と日本銀行の金融政策運営について詳しくご説明申し上げる機会をいただき厚く御礼を申し上げます。最初に我が国の経済金融情勢についてご説明申し上げます。我が国の景気は国内需要が底堅く推移する中で輸出や鉱工業生産で改善の動きが続いていることから持ち直しています。海外経済は製造業部門に緩慢な動きも見られていますが、全体としては徐々に持ち直しに向かっています。そうした下で輸出は持ち直しつつあります。設備投資は非製造業が底堅く推移する中、全体としても下げ止まりつつあります。公共投資は増加を続けており、住宅投資も持ち直し傾向にあります。個人消費は消費者マインドが改善する下で底堅く推移しています。以上の内外需要を反映して鉱工業生産は持ち直しています。先行きについては金融緩和や各種経済対策の効果もあって国内需要が底堅さを増し、海外経済の成長率が緩やかながらも次第に高まっていくことなどを背景に緩やかな回復経路に付していくと考えられます。この間我が国の金融環境は緩和した状態にあります。マネタリーベースは日本銀行による資産買い入れの進捗を反映して大幅に増加しており、企業の資金調達コストは低水準で推移しています。銀行貸出残高は運転資金や企業買収関連を中心に前年比 2% 程度で増加しています。 CP 社債市場の発行環境も総じてみれば良好な環境が続いています。金融市場では5月下旬以降海外市場の動きなどを受けてやや不安定な動きが見られています。もっとも我が国経済は順調に回復への道筋をたどっており、こうした実体経済の前向きな動きを反映して次第に落ち着きを取り戻していくと見ています。物価面では生鮮食品を除いた消費者物価の前年比は前年のエネルギー関連や耐久消費財の動きの反動からマイナスとなっています。予想物価上昇率についてはマーケットの指標などで上昇が一服しているものもありますが、家計やエコノミストに対する調査など全体としては上昇を示唆する指標が見られています。東京の消費者物価の5月分は4年2ヶ月ぶりに前年比プラスに転じており、先行き全国の消費者物価の前年比も次第にプラスに転じていくと見込まれます。もとより欧州債務問題の今後の展開、米国経済や新興国、資源国経済の成長力など日本経済をめぐる不確実性は引き続き大きい情勢です。金融市場の動向を含め今後の展開には十分注意していく必要があると考えています。次に日本銀行の金融政策運営についてご説明申し上げます。日本銀行は消費者物価の前年比上昇率 2% の物価安定の目標を 2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に実現するため、本年4月に量的質的金融緩和を導入しました。量的質的金融緩和は量的に見ても質的に見てもこれまでとは次元の違う金融緩和政策です。具体的には第一に量的な金融緩和を推進する観点から金融市場調節の操作目標を従来の無担保コールレートオーバーナイトものからマネタリーベースに変更しました。その上でマネタリーベースを2年間で2倍に拡大します。第二に長期国債の保有残高が年間約50兆円に相当するペースで増加するよう買い入れを行います。
これにより長期国債の保有残高も2年間で2倍となる見込みです。また長期国債買い入れの平均残存期間を従来の3年弱から7年程度に延長しました。第3に ETF および J リートの保有残高がそれぞれ年間約1兆円、年間約300億円に相当するペースで増加するよう買い入れを行います。これらの措置からなる量的質的金融緩和は 2% の物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで継続いたします。その際経済物価情勢について上下双方向のリスク要因を点検し必要な調整を行います。量的質的金融緩和の波及経路としては、第一に資産買い入れにより長期金利や資産価格のプレミアムに働きかける効果があります。第二に金融機関や機関投資家の投資行動が変化し、貸し出しやリスク性の資産にシフトする、いわゆるポートフォリオリバランス効果が考えられます。第三に物価安定の目標の早期実現を明確に約束し、これを裏打ちする大規模な資産の買い入れを継続することで市場や経済主体の期待を抜本的に転換させる効果が期待できます。これらを通じて民間需要を刺激するとともに、マクロ的な需給バランスの改善と予想物価上昇率の上昇により物価の押し上げに寄与すると考えられます。このような日本銀行の金融政策運営は、実体経済や金融市場における前向きな動きを後押しするとともに、予想物価上昇率を上昇させ、日本経済を15年近く続いたデフレからの脱却に導くものと考えております。日本銀行としては引き続き適切な金融政策運営に努めてまいります。ありがとうございました。これにて概要の説明は終わりました。